いい充実さでしたし、また泳ぎ続けて、この大会に近くなればフリッパーを練習しようと思います。海がすごい、去年も出たんですけど去年よりもすごい荒れてて、もう波たくさん飲んじゃって中でゴホゴホしてました。楽しかったです。思ったより大変でした。疲れました。でも海が綺麗で魚もいっぱいで気持ちよかった。はい、完走しました。すごい、でも疲れたんですけど楽しかったです。フリッパーというのは、マスク、水中メガネ、それからスノーケル、フィンを履いて、水面を泳いで競うレースのことを言います。またスクーバダイビングはどうしてもタンクの中の空気を吸うということで時間の制限はあるんですけれども、スノーケリングであれば長い時間ずっと漂いながら楽しむことができます。ただこの使い方を間違えると機材ですとか用具用品の使い方を間違えると思わぬ事故につながるということもあります。ですから、きちっとした機材の使い方を学んで、またトレーニングをしっかり積んで、楽しんでいただくと、またレースに参加していただくということが大切なことではないかなというふうに思います。はい、フリッパーです。